いらっしゃい。いらっしゃい。はい、あり。またお前か。やっと会えたな。中原はどこだ。まあまあそう焦るな。こっちは一年ぶりの再会を楽しみにしてたんだ。峰会長にお前に会わせてやるって聞いた時は嬉しすぎて鳥肌が立ったよ。峰はどこだ。とっくに帰ったよ、東京にな。俺の役目はあの養護施設をぶっ壊すこと。それにあんたの足止めだ。あんたをここで殺せば白鵬会から10億円、ついでに流動一家を潰せば沖縄は全て俺のもんだ。貴様、ま、時間はたっぷりあるんだ。あとはゆっくり楽しもうじゃねえか。中原、キリュウ。いい絵じゃねえか。昔はブイブイ言わせた極道門と闘牛の対決、こりゃ見物だぜ。玉城、お前ちょっと待て。闘牛ってのはな、銃の音に敏感に反応するんだ。もし俺がこの銃ぶっ放したら中原に向かって突っ走るぜ。それでもいいのか。中原の始末は後回しだ。まずはお前を血祭りにして、その後たっぷり闘牛と遊ぶとしようじゃねえか。そうはさせねえ。誰だ。
すんません、兄貴、怒らないでください。お嬢が、お嬢が一人でここに行こうとするもんで。リキア、さ、先。何しに来やがった、この死に損ねんが。タマシロ、もう警察には連絡済みだ。10分もすりゃおまわりがここになだれ込んでくるぜ。なんだと？お前みたいな奴は兄貴や親父が相手にするような価値ねえんだよ。くそが。そうか、お前ら中原が死ぬとこよっぽど見てえらしいな。それなら望み通り見せてやるよ。長原、てめえとリュウド一家はこれで終わりだ。おやじ、中原、お嬢。お父さん、危ない。うわうわ。おやじ、中原、なんだと。たましろ、久々に思い出したぜ。町で暴れ回った頃の自分をよ。チキリュウ、キリュウ、俺は平気だ。そっちはお前に任せた。分かった。リキア。はい。警察が来るまであと何分だ。7、8分です。よし、じゃあそれまでにこいつら全部片付ければいいんだな。はい。時間がねえ、遊びは一切なしだ。さっさと片付けさせてもらうぜ。上等だ。てめえら、そいつをぶっ殺せ。
だからくそ、たばっちまうなんてお互い年だな。
一緒にするな。酒。お前、しゃべれるように。失敗かけて。ごめんな。敵に背中見せんのは素人のやることだ。これでお前も終わりだ。一足遅かったか。リキア、撃たれちゃったみたいです。兄貴、自分どこを撃たれたんですか。大丈夫、大丈夫だ。こんな傷すぐに良くなる。おい、しっかりしろ、しっかりしろ。兄貴、これって俺命にってやつなんすかね。俺は兄貴を守ったんすよね。なら俺はそれでいいや。リキア、お前、俺楽しかったっす。兄貴に会えて。おい、リキア、何言ってんだ。これで俺も一人前の男かな。リキア、兄貴はかっこいい。最高に。リキア、絶対に あの峰ってやつ。峰か。峰になんだ。負けない。分かったから死ぬな。死ぬな、リア。すみません。
リキア。おい、リキア。おい、お前何勝手に死んでんだよ。おい、俺は許さねえぞ。おい、リキア、一応しろ、リキア。飛行機はあと10分で到着します。着陸までの間、シートベルトの着用をお願いいたします。今頃キリュウがどんな顔をしてるか見てみたいもんだぜ。でもこれで白鵬界の実力も分かったでしょう。ああ、ここから先いよいよ峰会長の時代が来るってことだ。東京に戻ったら今晩セッティングしましょうか。何をだ。これでもう峰会長の7代目は決まったも同然です。桐生に一泡吹かせてすっきりしたついでに7代目就任の前祝いですよ。まあいいだろう、会長も喜ぶ。でも6代目もガードが甘すぎでしたね。ずいぶんあっさりと打たれたみたいじゃないですか。そうだな、まあ若い分トップとしての意識も甘かったってことだろう。まあ6代目も所詮は坊ちゃんだったってことだ。まあ今じゃ死人も同然だがな。まったくです。なんだって。ああ会長、こいつが峰会長のお祝いをぜひと。何かめでたいことでもあったか。うう、そりゃだって。何がめでてんだ。六代目が死ぬのがそんなにめでてえのか。ああ、めでてってえのか。あんたはこれで沖縄と東京を1時間で行き来していたのか。ああ、そうだ。これを使えば1時間もかからんよ。本当に今すぐ行くのか。ああ、リキアとの約束だ。俺はミネと決着をつける。世話になったな。何をしてる。まだ全てが終わったわけじゃないだろう。お前がミネを倒し、俺がリチャードソンを捕まえた時、その時までこのシェイクハンドは取っておこう。では行け。お前たち二人でいいんだな。ああ、一緒に行ってくれるか、ハルカ。
俺は後から向かう。病院で堂島大吾を見つけたら屋上に向かえ。俺は救助のヘリを回す。分かった。気をつけてな。じゃあ病院の屋上で待ってるぜ。六代目。会長、リチャードソン様からお電話です。ある。 OK ガーリー。 No There's no change in the plan. Bye。桐生さんが沖縄を出たようだ。あと少ししたらここへ来るだろう。いかがいたしましょうか。別に気にすることはない。奴らが到着したら全てが終わる。おじさん。なんだ。おじさん、今から大吾さん助けに行くんでしょ。どうして私に一緒に来てほしいって言ったの。いつもなら私が行くって言っても止めるのに。おじさん、おじさん死ぬつもりなんでしょ。もう死んじゃうから、最後になっちゃうから私のこと連れてきたんでしょ。ごめんな、はるか。え？もう一度お前とこの街を見ておきたかった。おじさん。すまん、俺がわがままだった。やはりお前は沖縄に。大丈夫、私すごく嬉しい。はるか、本当だよ。嬉しいよおじさん。すみません。
おじさん。
ありがとうございます。事件が起こったのは夜遅く、閉店後、従業員たちが清掃作業をしている時間でした。事件の第一発見者はウェイターの木下さんという男性でした。当時この店のウェイターだった明智雄一さんは、清掃作業の途中、店の裏のゴミ捨て場に行こうとしました。その途中、ロッカールームの前を通りかかった時、その時ロッカールームの中では店長の小田さんとウェイトレスの宇佐美さんが抱き合っていました。その宇佐美という女性は雄一さんの恋人でした。雄一さんは恋人の浮気現場を目撃してしまったんです。怒った雄一さんはロッカールームの中に入り、店長の小田さんにつかみかかりました。その頃ウェイターの木下さんは客席の方でずっと清掃作業を続けていたんですが、雄一さんがなかなか戻ってこないことを不審に思って様子を見に行きました。すると木下さんは店の裏口から出ていく雄一さんの姿を見かけました。直後、木下さんはロッカールームのドアが開いていることに気づき、中を覗いてみたところ、そこには頭から血を流して死んでいる。警察の調べによると、死因は頭部打撲による脳挫傷。凶器は遺体のそばに落ちていた客席用の灰皿でした。いらっしゃい。はい、ありがとう。いらっしゃい。はい、ありがとう。